奈良市の職員が社会福祉士登録証の写しを偽造した疑いで逮捕された事件を受け、市は記者会見で経緯について説明しました。今後、えー、市民の皆様の信頼回復と再発防止に向けて、奈良市として全力を挙げて取り組んでまい、えー、ります。誠に申し訳ございませんでした。本日… 奈良市によりますと逮捕された職員はケースワーカーとして95世帯を担当していたといいます奈良市では今年8月保護課で保管中の抗金が所在不明となっている問題があり警察に相談捜査の中で今回の事件が発覚したということです 奈良市は、先月には岩本容疑者が資格を有していない可能性があると知ったにもかかわらず、引き続きケースワーカーとして窓口対応などをさせていたということです。奈良市は今後、採用選考では資格を証明する書類の原本の提示を求め、再発防止に努めていきたいとしています。